チャンス、チャンス。よっしゃー、はい、そうね、みんな元気に。あ、もうおかしくなってますから。はい、はい、というのもですね、今回、はい、横浜 DeNA ベイスターズの来ましたよ潜入ということで。おー、やっと、まあ、いや、もう気になったのもさ、はい、やっぱ筒香だよね。あ、やっぱりもうみんなやっぱバッティングのスタイルを変えた、はい、みんなどう思ってるか、うん、俺もものすごい楽しみに、はい、これはあのちゃんと撮ってきました。おお、ちなみにこれは聞くところによると、うん、豊さん自ら自らカメラを手に。マジっすか。俺一生懸命撮ったらさ、はい、ホワイトが言ってモックンが、はい、縦撮りダメだと、横撮りにしろと、はいはいはい、もう何立てて撮ってんだと、 YouTube はよく使えねえんだよみたいなさ、ダメ出しを先受けてました。ダメ出しを受けてもうがっくりだよ。俺はやったと思ってたのにさ、もう俺喋れるかなと思って、はい、いやもうちょっと頑張って、ちょっと頑張って奮い立たせてもらって、はいはい、せっかくね、はい、撮ってきていただいたんで、はい、まず大きく変わったのは、やっぱステップの広さというか、スタンスの広さだよね、はい、うん、で、これ T の時だから、はい、ノーステップで打ってるけど、はい、はい、なんかすごくどっしり感がある、うんうん、どっしり感があるのと、はい、トップの位置、うん、トップの位置に構えるんだよね、もう、うん、トップの位置って、はい、あの右腕、左腕ね、はいはい、もうバットが後ろに引いた状態、はい、それからちょっとひねりを入れて、はい、ひねりを入れるっていうことは左足に体重を乗せるということ、はい、すごいっすこれ、後ろから見たら臨場感が。いや、これをさ、はい、見てね、はい、何を感じるかって言ったら、はい、もうすべての無駄を省いてるんだよね。で、右足のステップ見といて、はい、大きく開いたところから、はい、もう 2,3 センチしか動かないから、うん、ちょっとですね、本当に。だからこの 2,3 センチっていうのがブレをなくしてる。ただ気をつけなきゃいけないのがこのフォームで、はいはい、俺もこういうクローズスタンスっていうかさ、はい、低い体勢で打った時あるんだけど、はい、右肩が下がろうとする時あるんだよね。おー、なるほど。だより深く沈もうと思って、はいはい、そしたらね、逆に煽るようになっちゃう。だから構えとすれば、はい、もう左足に体重を乗っけといて、そのまま自然体で打っていけばいくらでもこのフォームで打てるかなっていう。だから気をつけなきゃいけないのがこの右肩がこう深く沈むときね、はい、そしたら調子が悪いぞって思った方がいい。で、気をつけてることが伸び上がらないように気をつけてる。筒香は伸び上がるということはボールを乗せようとするあまりにミートポイントがずれるということ。で、今年の結果を見てるとオープン戦のこれまでの、はい、引っ張ってる打球が多い、うん、これだと引っ張れる。なぜかというと左かかとがクリーンと回らない。やっぱね、ある程度残るということはヘッドが走るんだ。確かに。だからこう完成形に近くなってきてると俺は思ってるけど、本当の無駄を省いた。ただ、はい、このどっしりしたフォームで、はい、一番不安なのはインサイドがちょっと差し遅れる可能性がある。だから そこのポイントさえしっかりつかめば、はい、低めに投げようが、うん、高めは振っちゃダメだよ、はい、低めはとりあえずどんなボールでも拾っていくと思う。あ、うわ、うん、今年は、はい、筒香、はい、首位打者。おお、出ました。まあホームランはね、数はあんまり設定してないと思うんだよ、はい、俺はこうアベレージを目指してんじゃないかなと。おお、全てのアベレージ、まあ例えばその普通に打ったらアベレージ、得点圏打率だとか、はい、あとはまあ出塁率も含めてのその率を高めようと思ってんじゃないかな。筒香選手がホームランはついてくると思ってるだろうし、やっぱ昨年の反省点とすれば、うん、まあ、1、2番が出なかったっていうのもあるよ、はい、前に外が打って掃除したっていうこともあるよ、はい、だけどそのやっぱ打点もついてくると、はい、その方が、だそこを俺目指してるんじゃないかな。だからさっき言ったように、はい、ここの肩がこう下がり出すと、うん、出てくるとき煽り出すから、逆に言えばこっちをちょっと低めにしといてフライボール革命みたいな形で打っていくと、これはホームランも出てくる。まだね、若干こういう嫌いがあったんだよ。だからそこはね、低く構える人は気をつけた方がいい。
こっから低めは叩けないから、低めは乗せるために低くしてるわけだから、だから逆に言えば、極端に言えばよ、こういうバランスだよね、こういうバランス、で、こう構えた方がバットはスムーズに出ていくっていう、はあ、だから調子が悪くなると必ずそこに出てくるから、はい、まあ、あの見てる人は見といてくれる、あ、なるほど、ちょっとチャンネルを見てる人はね、そうですね、そこを注目点として見といてくれるから、もしかしたら、でも筒香も見てる、あ、本当ですか、おー、じゃあ筒香がなんで来てくれないんですかって、あら、マジっすか、チャンネルで、行きますよ、行きますよ、いや、行けないかな、横浜が、あれだもん、許可しないんだ、マジっすか、許可しないんだよって言ったら、はいはい、あ、そうなんですねって、その後のフォローがなかった、フォローしとけよ。